楓原さん、どうして私たちを海辺まで連れてきたのでしょうか。うむ、この海岸はかつて曽祖父と上里家当主が逃亡した刀工を追って最後にたどり着いた場所でござる。拙者たちの推測は間違っていなかった。曽祖父は確かに鍛造失敗の真相を知っていたでござる。それどころかこの場所で楓原家と雷電五家伝を陥れた犯人を見つけたようであった。手紙はこう始まる。この手紙を読む者へ。拙者楓原義則は生涯ある秘密に囚われた。今となっては老い先短きこの命、解くと考えた末、これをもって司祭を記すことにする。あれはシャブ行の神里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時神里様が負われた傷は脱走者によるものではない。実を言えばあれは夜のことであった。手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、刀工の姿はなく、ただ一人の歌舞伎者がそこにいた。歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らが裏で手引きし、雷電五家伝を消滅させるのだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の負が倒されてしまった。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと、攻撃が傘に当たったために死を免れた。歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、厳かな声で拙者と庭の関係について問いただした。拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後拙者が楓原の養子になったことを告げた。歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後、いわく、彼女に告げよ、我が名は国崩しであると。曽祖父と上里家当主は九死に一生を得て、鍛造図が国崩しによって改ざんされた真相を知ったのでござる。しかし上里家当主はその経験により、曽祖父が国崩しの縁者であると濡れ衣を着せられることを恐れ、自らの死に際も決して口にしないようにと曽祖父に告げていたらしい。それに犯人は雷電五家伝を滅ぼすと口にしていた。曽祖父はその者が報復に戻ってくる可能性を考え、家族を守るために家業を諦めたという次第でござる。曽祖父はこのようにも書き残していた。楓原の当主として一神殿の没落を深く恥じる。しかし一父親として子孫の安泰を祈らずにはいられぬと。そうでござるな。もしも当時祖父が鍛造図の秘密に気づけていれば、あるいは曽祖父も真相を話していたやもしれぬ。しかし残念ながら祖父は曽祖父の言葉を聞いてもなお真相に気づくことができなかった。綾香殿は曽祖父が語ったこれらの話を知らなかったようにお見受けするが、このことについてどう考えるのでござろうか。おそらく当時の上里家当主が後の世代にも話を残さなかったのは同じ考えからのことかと思います。敵は将軍様の鍛造図さえも改ざんすることができ、
アマツさえ単独で多数と戦うことも可能な人物。きっとその正体は尋常ならざるものなのでしょう。私も近いうちにお兄様にこのことを話し、国崩しというものの身分を調べてみます。もちろん慎重を期して行動いたしますので、どうかご心配なく。実はこの手紙を読んだ時は心が乱れておったのだが、ようやく落ち着いたでござる。手紙には、子孫たちは復讐で盲目にならぬよう、どうか昔のことにとらわれないでほしいと、そう書かれていた。曹祖父はやるせない思いでそれを書いたのかもしれぬが、拙者からすればこれはいかにも理にかなった言葉。思うに、人にとって最も重要なものは過去ではなく今でござる。過去の重みを背負いはしても、それによって己の追い求めるものまで失ってはならぬ。それゆえ、事の真相を知れただけで拙者は満足でござるよ。拙者は曹祖父が願ったように前を向いて生きていく。もちろん、もし当時の敵が未だに存在し、未だに何らかの陰謀を企んでいるのであれば、決して見過ごすつもりはないでござる。拙者が以前経験した数々の出来事から得た看護に過ぎぬよ。皆、真相を導き出してくれたこと、誠にかたじけない。解決したことだし、離島に戻ろうぜ。姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。会場に行ってみようぜ。みんなにも会えるかもしれないしな。やあ旅人にパイモン。なあアルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されてるんだ？オイラ、お前の描いた黒主がどんなのか見たかったのに。慌てることはない。少ししたら肖像画の除幕式が行われるからね。その時に見られるよ。この肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため、特別にある人を訪ねて貴重なアドバイスをもらった。そうかい。除幕式までにはまだ時間があるから、会場を回ってみるといい。わっぱたち、楽しんでおるか？なんでお前たち二人が一緒にいるんだよ。それに、なんで今の今まで話をしてたのに、オイラたちが近づいた途端にやめるんだ。なーに、ナンジラの気のせいじゃよ。僕たちは、お酒のおつまみについて話していたんだ。君たちだって、そんなの興味ないでしょ？うむ、おつまみといえば、油揚げがいいと思うのじゃがの。もういいよ。たとえこの二人が何か企んでいたとしても、オイラたちには絶対教えてくれないんだろうぜ。お祭りで歩き疲れたら、ここに寄って稲妻のご当地料理を食べてみたら。旅人、パイモン、来たんだね。ああ、
君たちのおかげでとても順調に進んで、読者たちも大いに満足してくれたよ。ゆこあき、オイラの気のせいかもだけど、なんかお前ずっと周りを気にしてないか？気のせいではないさ。恥ずかしながらリウエから来た客がいないかと警戒しているんだ。僕はあくまでも商品の投資価値を見極めるという名目で稲妻へ来ている。もしも僕を知る者に見られたら、父上にも隠し通せないかもしれない。幸い今日は小説を買いに来てくれるたくさんの読者が列を作っているから、一般の観光客はほとんど寄ってこないんだけどね。そうだ、実は阿局も僕がここへ来た本当の目的を知らないんだ。もし彼に会ったら僕のために内緒にしておいてくれ。ありがとう。すまないが、まだ読者が待っているから今はあまりゆっくり話していられないんだ。後で黒主の肖像画の除幕式が始まったらまた会おう。旅人さん、パイモンさん、ごきげんよう。あ、アヤト、やっとお前に会えたぜ。すごく忙しいみたいだな。やるべきことが多く、なかなか抜け出せませんでした。幸い姿の彩り祭は順調で、こたびの三奉行での協力体制もうまくいきました。これでやっと少し休めそうです。私とお兄様からお二人にお礼を申し上げます。うん、トーマ遅いな。はい、せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかしお兄様がお財布を家に忘れてしまったので、今トーマに取りに行ってもらっているところで。アヤトにもおっちょこちょいなところがあるんだな。お兄様は日頃からお勤めが忙しいので、公務を離れられるのはめったにないことなんです。それゆえたまに見られるそそっかしいお兄様の姿は、私とトーマからしたら貴重なのですよ。海風に当たっているのでござるよ。会場の賑やかな雰囲気は性に合わぬ。やはりまだ拙者を心配していたのでござるか。かたじけない。しかし案ずるでない。以前皆の前で言った言葉は決してその場しのぎのものではないのだ。ふむ、例えば目の前にあるこの見慣れた港口も、かつては船が停泊するようになるなどと考えもしなかったでござろう。昔ここにあったのは招かざる客を警戒する勘定奉行の役人のみ。しかしそれが今こんなにも賑やかになっているではないか。他の国から稲妻へ来る者がいるだけでなく、渡積島との交流も増えてきている。そうだな、今の稲妻はもう昔とは全然違うよな。拙者が思うに、もしかすると拙者たち人間もこの国と同じなのかもしれぬ。費やす時間は違えど、その身に負った重荷を下ろせる時がいつか必ず来る。それを本当に下ろした時、
風と共に前へ行けるのであろう。肖像画の除幕式の時間みたいだ。五花仙広場に行ってみようぜ。皆さん、ようこそ高価姿の彩り祭へ。姿の彩り祭は無事本日最終段階を迎えることができました。ただいまより門戸からお招きした画家白亜先生による五花仙最後の肖像画黒主を公開いたします。緊張するな。何を描いたんだろう。それではご一緒に3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って描き忘れはありえないでしょうし、この絵の創作理念について先生ご自身にお聞きしてみましょう。この度は五花仙の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五花仙は古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては鹿で名を轟かせ、そしてやがて彼ら自身も作品に描かれ、数々の物語の主人公となった。現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に多種多様なものであることが分かった。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまるで五花仙物語の裏の主人公のような存在。こうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なるものだと。だから僕も黒主の想像をこの場のみんなに任せたいと思う。姿の彩り祭は一人一人が創作を通して心の中にあるものを表現する場なのだからね。さすがアルベド。ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ひひ、これでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に終わったな。ん？まだ何か忘れてるか？ああ、そういえば五花仙物語を残した人をオイラたちまだ探し出せてないぞ。本当か？早くオイラに聞かせてくれ。うんうん、そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に紙を渡したりできないもんな。そうだな。物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的はオイラたちがカズハの家の秘密を解き明かすための誘導だった。あ、わかったぞ。物語を残したのはきっとあいつだ。よし、早速真相を解明しに行こうぜ。五花仙物語を残したもの言っておくが小さいの、わらわではないからの。間違えるでないぞ。えっ、こういうことが好きなやつって言えば絶対に巫女だと思ったのにじゃがわらわまでたどり着いたということは真実までもう少しということじゃの。わらわでないならばもうあやつしかおらぬじゃろ。あやと、五花仙物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて実は本日ここへ来たのは、あなた方に
事の次第を説明するためだったのです。はっ、どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は彼らをからかうように持ちかけてきました。え、きっかけは巫女だったのか。確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後五花仙物語を通して情報を与え、あなた方が楓原家の秘密を探るようにと誘導したのは確かに私です。そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして楓原義則が残した盆栽の中に白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に濡れた時のみ現れる墨汁です。楓原義則が手紙に残したことは上里家や楓原家の末裔たち、そして何よりも楓原和葉にとってとても重要なものでした。楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。故に私にも彼を気にかける義務があります。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私は彼に真相を知る意志と能力があるかどうか見極める必要があったのです。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですがもし彼に知る意思がなかった場合、真実は彼の負担になったことでしょう。それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば危険からは遠のいていた方が彼の身のためです。楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間、私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。陳州集権録が密かに運ばれていったあの夜まで。なるほど。あ、そうだぞ、カズハだけじゃなくてオイラたちまでお前の計画に引きずり込まれたじゃないか。やはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると判断したのです。そしてそれ以上に、カズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので、もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。遅いし、周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。
これ残票だ。まさかとは思ったけど、こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったら、ご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているので、お分かりでしょ。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細をあなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条をさらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで、船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ。秘密を守る一番いい方法は、秘密がないふりをすることだと思いませんか。それにそのものの正体も決して推測が難しいというわけではありません。そのものが稲妻を離れた後に、私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まあ、あのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが。さて、最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中で、どの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか。この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。